かにもぶっ壊れそうじゃない？ヨーリさん、ニロムです。ということで、川崎でちょっと栄えてるんだけど、なんかね、一つだけ異様なの。本当にね、最初見た時はね、マジぶっ壊れんじゃねえかっていう感じの思うんだけど、最先端なんで、ほら見て、あそことか電気自動車だと入れますよみたいなね、自家製品は入れませんよみたいな書いてあって、で、この保護者同伴でも一切入れない、結構厳しくない？厳しいで、徹底してる。大人がね、あの、楽しく遊べるようにってね、徹底してます。じゃあちょっと、おい、ちょっと、おい、ちょっと、やめよう。なんでさ、ディズニーとか超えてない？あ、ちょ、ディズニーレベル、ディズニーにこんなとこないよ。開けたら絶対いるじゃん。閉まったら、もう汚いっていうね。誰も見つからずにコスコスとなんかやってる、遊んでる、そういう感じが。中国のさ、まあ、香港のあのスラム街ってこういう感じなのかな。まあ、本当にイメージだけど、まあ、僕実際にね、ゲーム住んでて、その寮にね、たくさん住んでるの知ってたんですけど、一つの部屋に何人かたくさん大人数で住んでたんですよ、中国の方っていうイメージがあるから、なんかそういう感じなのかな、やっぱり。やばかったね。あえてああいう風に作ってるってのを思ってればいいんだけど、あれガチなやつだったら本当やばいから。しかも代弁を待ってたんだよ。待ってたんだけど、それも仕様でなんか変な音するし、中に誰か入ってんのかなと思ってちょっと待ったんだけど、次来た普通のお客さんが違う方の扉で普通に代弁するっていう。取り壊されてないと思うけど、まあリアルに再現したらああいうことだってことだよね。ゲーセン毎日行くっていう人いるじゃん、そういう人向けに、まあ、たまに刺激のあるこういうとこ行ってみたらいいんじゃないかな。まあでも子供ちゃんからさ、大人までさ、おじいおばあちゃんまで、子供ちゃんからみんなでこう楽しめるワイワイできるゲーセンがやっぱいいよ。